音楽制作ユニット TikTok とセカンドシングル We Are Lovers Now on Sale。 今夜もみんなをパラダイスに連れてくで。おがちゃんとみさどのオールナイト埼玉、聞いたってや。聞いただいているのは浄土宗大本山京都知恩院の除夜の鐘です。知恩院の梵鐘は同じく京都にある宝光寺、奈良の東大寺とともに日本三大梵鐘と称され、えい一つの掛け声とともに17名の僧侶が力を合わせて鐘をつく様は見るものを圧倒します。いつこの時代社会への転換に戸惑う人も多い中、激動の2022年が暮れようとしています。こんばんは、パーソナリティのおがちゃんです。同じくパーソナリティのみかどです。今年は番組にとっても飛躍の1年となりました。これもひとえに月1パーソナリティコーナーパーソナリティの皆様、そして何よりリスナーの皆様の温かいご支援の賜物と思っております。それでは第2部も精一杯務めさせていただきます。タイトルコールいってみよう。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉、ゆく年来る年スペシャル第2部のスタートですよ。改めましてこんばんは、一緒にカウントダウンしましょう。おばちゃんです。第2部もテンション上げ上げでいきます。ミカドです。さあ来年に向けて垢抜けしていくぞ、歌です。今日はコミケで謎フードの本を売ってきました、ミッコです。はい、ということでミッコちゃん大復活でございます。お待たせしました、パワーアップして帰ってきました。お帰りました。帰ってきたぞ。帰ってきたぞ。はい、はい、この番組は埼玉市を拠点に生活するおがちゃんとみかど、そして足立区を中心に活動する月1パーソナリティのうたさん、そしてついに4ヶ月の沈黙を経て大復活の千葉県を拠点に生活する名古屋城みっこちゃんが、それぞれの自宅とみかどの実家山形県新庄市のサテライトスタジオキーステーションにオンライン会議ツールズームとライブ配信ツールフェイスブックライブを使って全世界に生放送でお送りしております。なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますので、そちらもぜひお楽しみに。はい、第2部のコーナーラインナップの紹介です。まずこの後23時15分頃からは、うん、はい、埼玉市民球場ネット裏スペシャル、はい、はい、特別編ということで、うん、はい、特別編ということで駅伝の大予想を4人で行います、うん、はい、はい、うん、はい、一つは、まあ、30日、まあ、昨日ですね、行われました、うん、富士山女子駅伝の結果、うん、振り返り、うん、そして年末年始の駅伝、うん、明日のニューイヤー駅伝と、うん、2日3日の箱根駅伝の予想をインチキ駅伝マニアのインチキ駅伝マニアの得意がうさんくさく喋りますので、聞きたくない人はいいの、こんなこと言って紅白歌合戦の方を見てください。見ちゃダメだよ、見ちゃダメだよ、うん、見ちゃダメだよ、本当にでしょ。まあうさんくさいのは事実ですけどということですけども、いやいや、まあもっとすごい駅伝マニアがね、1月早々のレギュラー会ね、はい、うん、駅
いますからね。それに比べた、それに比べたらインチキですよ。いや、誰でもできるでしょう。あ、いや、だからね、予想ならね。まあ、だから、いや、だってね、あの、その1月7日に来てくださるね、あの、うん、ゲストさんが、あの、うん、ガチの予想をね、あの、寄せてくれてるんで、もう本当にね、あの、私のね、インチキ感が際立っちゃうんですけど、はい、ということですけども、まあでも、はい、まあ、それでも一応ね、あの、子供の頃からの駅伝ファンですから、もうとにかくね、あの、一生懸命、予想したいと思いますということですけども、はい、はい、続いて23時40分10分頃からはオールナイト埼玉の2022年と題しておりますが、要するにですね、小賀ちゃんがまだあのカリスマパーソナリティへの道で与えられたミッションをまだ消化してないんですよ。はい、そうですね、なんでまだ残ってますね、はい、うん、なので、まあ、とりあえずまずそれを清算するコーナーということですね。というわけで、このコーナーをやってる間に2023年を迎えることになると思いますので、時間になったら容赦なく中断してカウントダウン始めていきますからね、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、ということなんですけど、ね、あと何人残ってんだっけ。何人残ってんだろう、ちょっと数えておこう。うん、数えてて、ね、まあ、俺の記憶が確かであれば、あと2、3人残ってるはずです。うん。はいはいはい。2人かな ?2 人ぐらい残ってるはず。2人?うん。そんなもんだと思います。まあ、とにかくあのね、まだ残ってる人いますんでね。うん。うん、そうだね。はい。はい、ということでございましてですね、もうぜひぜひですね、まあ、ちょっと今日はあの小賀ちゃんは体調が優れませんが、ちゃんとここでしっかりやってもらわないといけないなというふうに思っておりますね。要所は締めるって言ってたもんな、うん、そうですね、はい、はい、ということでよろしくお願いしたいと思います。じゃあ、次のコーナーの紹介を、大復活みっこちゃんからお願いします。はい、そしてリスナーの皆さんと一緒に2023年の幕開けを祝った後の0時20分頃からは、うん、団長お参りだおまんじんだでございます。はい、来ましたね。早速テーマ曲が流れておりますが、うん、はい、曲か。ただの尺八だろう。テーマ曲っていうかテーマ尺八が流れましたよ。テーマ尺八。はい、リスナーの皆様から新年一発目のご祈祷依頼を神様がお聞き届けてくださいますので、まだまだご祈祷依頼を受け付けております。はい、そして0時45分頃からは同じく新年一発目の今月のパワープレイ、うん、EPMD のさとしくんは果たして締め切りまでに1月のパワープレイを送ってくるのでしょうか。うん、はい、うん、で、まあ、送ってこなければなしになりますと、うんうん、送ってきてましたんで、あります。はい、送ってきてましたので、ありますということです。ありますって感じ。はい、あります。うん、はい。でもこれ、さっき、ミカドさんがサトシ君のことを、ポケモンマスターって言ったのがすごい面白すぎて、うん、もうさっきから思い出し笑いが。うん、はい、はい。ということで、はい、ということでですね、第2部は、豪華4本立てでお送りしてまいります。はいはい、ということで、じゃあ選曲テーマ。はい、はい、そして今夜の選曲テーマですが、第一部からの継続で、締めといえばこの曲特集、くれようとしております。うん、はい、はい、物事の締めにふさわしい曲、聞きたい曲、まだまだリクエストお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいませ。はい、もう番組中に一回ね、リクエスト来てますんで、これからもお待ちしておりますということになりますが、さあ、ということで投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式 Twitter の DM でお寄せいただいても結構です。Zoom でお聞きの方はチャットに、Facebook Live でお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りしますので、ステッカーが欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく、フォームまたはツイッターの DM に、どしどし、投稿よろしくお願いしたいと思いますけれどもですね、これあれですね、あの新年になってですね、我々番組から重大発表もできそうだっていう感じなんですけどね、まあ、こういうあの投稿の宛先とかそういうのに関してですね、重大発表もできそうだなという気がしてますけど、どっかで、発表したいと思っております。はい、はい、ということでございますけど、はい、はい、最後まで聞いてくださいということで、まだまだ、リクエスト、それから普通のおはがき、投稿よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。
はい、第2部の、最初の曲も私ミカドのセレクトでお届けいたします。こちらはチャゲ&アスカの初期のライブのエンディングで、流れていた、歌われていた曲です。聴いてください。チャゲ&アスカ、声を聞かせて。ぼーっと生きてんじゃねえよ。オガちゃんに叱られるじゃなかった。オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。埼玉市民球場ネット裏。はい、我々は埼玉市民球場に移動してまいりました。はい、いやね、こんな夜の夜中にね、埼玉市民球場またやっちゃうわけですけど、また駅伝ですよね、今回もね。そうですね。うん、っていうことなんですけどもですね、まあ、ちょっと冒頭で私ですね、ちょっと皆様方に謝罪しなきゃいけないことがあるんですけども、これ、小賀ちゃんね、先週の、うん、クリスマスイブにやった、時に、はい、駅伝特集1回目やったんですよね。あ、やりましたよ。うん、で、やって、で、そんで、その時にですね、急遽予定を変えたんですよ、私。ほら、当初は、箱根と、それからニューイヤーの話をしようって。ああ、そうですね。言ってたんだけど、いや、どっちみち、ね、この、今日の大晦日にもやるんだったら、12月30日の富士山女子駅伝を先にやろうって言ったわけですよね。うん、で、ここまではいいじゃないですか。うん、はい。で、その富士山女子駅伝の紹介をするときにですね、私ね、うん、とんでもないこと言っちゃったんですよ。うん。富士山女子駅伝のそのコースを紹介するときに、ね。ましたね。そう。山梨から静岡までとかってわけのわかんないこと言ったんですよ、俺。あ、なんか言ってたね。思い出した。なんだっけ、あれ。ね、うん、違うんですよ。ね、富士宮の方の、静岡県富士宮市の方の富士山本宮浅間大社がスタートだったんです。ああ。だから静岡県内だけなんですよ、あれ。あ、そうなんだ。そうなんね。うん。よくよく考えたら、うん、富士吉だから、富士市まで走ったら、40キロどころじゃない、60キロ、80キロとか、そんぐらいになっちゃうの。へ、うん、私は。結構短かったですもんね、そんなわけねえだろうっていう。まあ、だから、40数キロで終わる駅伝なんです、あれ。うん。あ、うん、そうなの？うん。だそこはね、本当にね、まあ、謝罪させていただいて、本当申し訳ありませんでした。まあ、だいかに俺がインチキかってことですよね、もう本当に。うん、そうだね。うん。そうだね。っていうことなんですけど、まあ、とはいえですね、富士山女子駅伝、うん、の、まあ、が、昨日行われたわけですけど、はい、ね、で、みっこちゃんはこれ知ってました？すいません、全然知らなかったです。あ、まあ、私も、この2、3年で知ったんですよ、実は。おお、うん、なるほど。で、そっからすごくハマったわけですね、みかどさんは。うん、ハマったというか、正直、結果しか見てなかったんですね。うん、だから実際にそのテレビ中継とかを見てなかったので、うん、もう見てりゃ分かったんですよ、富士宮から富士島でだっていうのが。なるほど。結果しか見てなかったもんで、だから私、富士吉田はよく行くもんですから、山中湖に俺、はいはい、ワカサギ釣りよく行ってたんで、うん、でそこにも富士山本宮浅間大社あるんですよ。ありますね。
うん、だからね、もうそのイメージで凝り固まってたもんで、もうまあそんぐらい走るんじゃんぐらいの勢いでいたんですけど、なわけないんですよね。でですね、この富士山女子駅伝は、全日本女子もそうなんですけども、先週もお伝えしたようにですね、名城大学、ね、ほら名古屋城のみっこちゃんはあれじゃないですか、はい、名古屋の大学ですね、もちろん知ってます、大学ですね、うん、もうね女子の大学駅伝ではもう最強チームなんですよ。なんか嬉しい。名城が、うん、なんとですね富士山女子駅伝今年の、富士山女子駅伝を取ったら5連覇っていう、おめちゃめちゃ強いんですね、すごい、そう、うん、5連覇でなおかつ全日本女子と合わせて、5年連続2冠っていう。ええな。それがかかってたんですね。うん、はい、はい、うん。で、その名城大に資格はあるかっていう感じだったんですけど、正直なかったんですよ。なるほど。うん。で割って入るっていうか、その名城大のその牙城を脅かすところが出てくるかどうかっていうところがポイントだったんですけど、はい、うん、まあ全然あもう盤石な戦いでしたね、はい、はい、ということで、もう盤石な戦いで、名城大がもう宣言通り、目標通り、5年連続2冠達成、かっこいいとなったわけなんですよ。すごかったですね、はい、名城大学ももうぶっちぎりの優勝でした。もう1区でトップに立ちまして、もう、はい、一度も譲ることなく、ああもう、あ、もう盤石な戦いでしたね。はいはい、うん、いや本当にもう憎らしいほど強かったです。そうなんだ。はい、もうなんせね、その女子のですね、日本代表クラスの選手がわんさかいるんですよ。すごいやん。そう、4年生のダブルエースっていう感じでですね、うん、もうすごかったんですよ。もう本当にね、びっくりです。もういや、こんなに強いかと思いましたね。うん、本当に、まあ、本当強くて、もうダブルエースで、キャプテンがですね、小林成美選手で、この小林成美選手、残念ながら世界陸上に選ばれてたのに、コロナにかかってですね、出場辞退せざるを得なかったんです。あ、残念。あ、そうなんだ。そうなんだ。うん、もうそういう悔しさをね、こう秘めながら、走って、で、その副キャプテンで、もう今学生最強と言われてるランナーですけども、山本優真選手、この子もすごかったですね。でこの山本優真選手から、主将の小林成美選手への襷リレーだったんですけど、はい、もうね感動しましたね。もう本当に、もう素晴らしい。で、まあ、名城大のことばっかり言っててもしょうがないので、他のチームどうだったかっていうことなんですけど、すごく見せ場を作ったのがですね、大阪学院大学。はあ。大阪学院がですね、ずっとですね、3位以下に甘んじてたんですけど、ね、じわ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 追い上げていきまして、なんと最終区で、のですね、残り2キロぐらいで逆転したんです。なるほど。激アツですね。激アツでしたよ。もう結構ですね、もう1位そして2位で3位集団みたいな感じだったんですよ。そう、うん、で2位がですね、最初大東文化大学だったんですけど、途中からですね、日体大、うん、で日体大がですね、後半エース区間以降がですね、ずっと2位を保ち続けてたんですけども、うん、
それをですね最終区でですね大阪学院大学が見事に逆転したと。これはなかなか見せ場でしたよ。っていうところですね。でそれからですね、あとはですね、私個人的に応援してたのが東北学院大学、東北から唯一、東北福祉大学ですね、ごめんなさい、東北福祉大がね、頑張ってくれました。史上最高順位を更新しましたんでね、はい、いやすごく良かったです。一時はね入賞圏内に入ってたんですよ。そうなのね、8位までが入賞なんですけど、はいはい、入賞圏内に入ってたんです、ところがですね最後でねちょっとね落ちてしまって、残念11位ということだったんですけど、それでもですね大学史上最高順位だったんですね。しかもね東北福祉大学は補欠がいないんですよ。はあ、ギリッギリのメンバーで、そう、補欠いないってことはないかな、もうほとんどいないんですね。もうギリッギリのメンバーでやってて、それで11位ですから。そうだね、24チーム出てて、ですから、すごいじゃないですか。そうだ ね、我が母校の筑波大学よりも上ですからすごいんだ。すごいんですよ。我が母校の筑波大学はですね、21位っていう全然ダメじゃんみたいな感じでしたけどね。はい、ということでございまして、富士山女子駅伝、非常に、盛り上がった、番狂わせはなかったけれども、すごくですね、いい大会だったんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでございましてですね。さて、ではですね、私一人がですね、盛り上がってる感じだったんですけども、ということですが、さてですね、じゃあここでちょっと一曲挟ましていただきたいなというふうに思うんですけれど、はい。こちらはですね、みっこちゃん。はい。のセレクトですけれども、はい、これはどういうあれで、僕もこれ大好きな曲なんですが、これはですね、もともともちろんすごく好きな曲なんですけど、2018年に公開されたサニー強い気持ち強い愛って、もう今タイトル言っちゃってるんですけど、そういう映画がありまして、このサニー強い気持ち強い愛っていう映画の主題歌になってる曲、主題歌にもなってる曲です。おうおう、でこれ90年代の女子高生をテーマにした映画でして、私90年代の女子高生がめっちゃ好きなので、なるほど、すごい好きな映画で、いろいろこう大人になるまでにすごい喧嘩したりとかいろんなことがありつつも、最後はみんなでこの曲を踊るっていうラストで本当にいい締めの曲になってるんですよ。なるほど。確かに私がちょうど90年代の男子高校生ですから、まさにね。そうそうそう。その頃の女子高生の話ってことですね、じゃあ。みんなだからルーズソックス履いてた頃ですよ。そう、ルーズソックスとか履いて、なるほどね、みんな、一番最初の頃の携帯とか持って。そう、ポケベルとかね。ポケベルとかね。そうそうそう。ああ、なるほどね。いや、これ、小沢健二ね、小沢健の曲ですけど、これ好きだったな。ね、いいですよね、はい。いや、いいと思います。ということで、じゃあ、聴いていただきたいと思います。じゃあ、改めて曲紹介をお願いします。はい、では、聴いてください。小沢健二さんで、強い気持ち、強い愛。はい、聴いていただいております。小沢健で、強い気持ち、強い愛でございますけども、はい、いやー懐かしい懐かしいですよね。懐かしい、俺にとっては懐かしい。もうカラオケで歌ってたもん。おお聞きたい、ミカドさんバージョンを。強い気持ちっつって歌ってたよ俺。いいですね、いいですね、雰囲気がすごい似てました。真似して歌ってたもんな。やっぱりお酒はいいな。でこの曲さ、なんかどことなくさ、そのなんていうの、なるほどザワールド感があるんだよ、なんかこの雰囲気が。なるほどザワールド感、懐かしいね。そう、なるほどザワールドのテーマがあるんですよ。トランプスのディスコの、トランプスディスコのテーマっていうのがあるんですけど、
それっぽいんだよ。じゃあそれも聞いてみます。知らなかった。うん、そう、あの多分ね、みっこちゃん世代だともうなるほどザワールドを知らないんだよね、多分。ザワールド。っていう、あのクイズ番組があったんですよ。あの相川欽也さんと楠田エスカ、トランプマンが出てくるやつですか。そう、トランプマンが出てくるやつ。それは子供の頃見てましたね、ちょっと。見てたでしょ、あれのオープニングテーマですよ、うん。あ、そうなんだ。うん。なんかね、それも聞いてみよう。はい、なんかね、ちょっとね、それっぽい感じがあるんですよ、ね。うん。はい、というような感じでございまして、聞いていただきました。ありがとうございます。はい、強い気持ち、強い愛でございました。さて、ということで、じゃあ、戻ってまいりたいと思いますけどもね、はい、駅伝トークの方ですね。まあ、まずはですね、明日ですね。まあ、明日、明日ですね。明日といったって、もう30分後に明日になっちゃいますけどもね。確かに。まあ、9時間後ぐらいですね。にスタートいたしますけども、9時間、10時間後ぐらいかな、スタートしますけど、ニューイヤー駅伝、まずはね、ということになりますけど、あの、全日本実業団駅伝ですね。こちらがまたすごいわけですよ。で、あの、1月7日にゲストで、来ていただく、これ坂さんでいいでしたっけ？あ、はい、合ってますよ。うん、坂さんがね、ガチの予想を、寄せていただいてるんですけど、ね、いや、この人本当にガ本当のガチなんで、まあ、箱根がメインですかね。箱根がメインだけど、うん、でもね、ガチですよ。ね、まずですね、まあ、坂さんの予想。ですね、1位がホンダときました、うん、で2位が、GMO インターネット、うん、はい、で3位がトヨタ自動車で4位旭化成で5位三菱重工6位富士通7位黒崎播磨8位ヤクルトという予想をされてるんですけど、うん、僕ちょっと違うんですよ。あ、違うんだ、うん、あ、インチキが来たぞ、インチキ。インチキだけでいい。インチキ後でいい。予想が。うん。インチキ予想ですとね、うん、インチキ予想ですと、ね、1位はですね、うん、1位は、僕はね、富士通かなと思ってるんですね。まあ、そうか。うん。ちょっとホンダ苦しいだろうと思ってるんですよ。あ、うん、っていうのは、例年ホンダはですね、2区に弱いんですよ。あ、そうね。ね、ニューイヤー駅伝の2区っていうのは、インターナショナル区間って言われてまして、うん、外国人ランナーがワンサが出るとこなんですけど、そんな特徴があるんですよ。で、その、インターナショナル区間が毎年弱いんです。そうですね。ホンダは、うん。あれ？外国人走ってる？走ってないときなかった。うん。走ってないときもあります。そう、そうですよ、多分。うん。だから、ホンダはね、2区に弱いんですね。うん、で、そうなんだね。だから、2区、今回は外国人ランナーが走るんですけど、うん、ホンダは。なんだけど、はい、そこでですね、出遅れないっていうことが大前提になるんですよ。うん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 。うん、で、だから従来の、まあ、ラインナップといいましょうかね、まあ、ホンダ の、 その、まあ、去年の優勝メンバーね、うん、っていうことを考えると確かにホンダ強そうなんですけど、その2区にちょっと難があるのは去年もそうだったからいけるだろうっていうふうになりそうなんですが、ただですね、2枚看板のうちの1人が欠場なんですよ。あの伊藤達彦が欠場なんです。欠場なの？はい、あ、障害の人だっけ？あ、違うか、違う、障害の方はあれですね、5区にエントリーしてる青木龍馬ですね。あ、そっかそっか、うん、だから1万メートルの方ですね。あ、なるほど。うん、元気印の伊藤達彦がですね、補欠に回ってるんですよ、うん、で、あ、本当だ、本当だ、うん、箱根と違って、うん、ニューイヤー駅伝の場合は、基本的に補欠に回ったらまず出ないんですね。要するに、エントリー変更する場合にはですね、やむにやまれぬ事情がありますと、例えばその怪我をしましたとか、例えばコロナにかかりましたとか、まあ、そういう、医師の診断書がないとエントリー変更できないんですよ。うん、
そうなんだ。結構厳しいんですね、はい、あのね、逆にそっちの方がスタンダードなんですよ。まあそうね、うん、箱根駅伝がイレギュラーなだけなんです、あれ。そうなんだね。うん、箱根駅伝はあの、うん、自由に4人まで変えられますけど、うん、最大4人まで、あの、往路、復路、それぞれ変えられるんですけど、で、全体で6名まで変えられますけど、むしろそれがイレギュラーなんであって、うん、あの、はい、本来だったらですね、あの、1回エントリーしたら変えられないっていうのが普通なんです。うん。うん。なのでですね、あの、もう補欠に回ってるということは、よっぽどのことがない限り出ないってことですよ。ああ、そうなんだ。うん。だからちょっと去年ホンダの優勝を手繰り寄せたのは間違いなく伊藤達彦なので、うんうん、でその伊藤達彦がいないわけですから、うん、ちょっと厳しいんじゃないのかなっていうふうに私は見てますね。ああ、うん、で富士通も確かにあの、うん、鈴木健吾とかあの、うん、中村とか、それこそあの、オリンピアンのマラソンランナーみたいなのが、うん、エントリーしてませんが、はい。でも、選手層の厚さはもうね、比べようもないですからね。うん。東日本予選でももうダントツのトップでしたから、はい。うん、だ私はだから富士通硬いんじゃないのかなと思ってますね。はい。ちょっとホンダは厳しいんじゃないだろうかと。うん。うん、でね、坂さんが7位に予想してる黒崎播磨は、もうちょっと上に来るんじゃないかと思ってます。うん。うん。3位か4位ぐらいに来るんじゃないかと思ってますね。うん。で、言うて GMO はそんなに爆発しないだろうというふうに私は見てますね。まあ、行って4位かなっていう。うん、うん、うん。うん、まあ、流れに乗ったら怖いでしょうけど、でもね、大迫傑もそこまでじゃないだろうなっていうふうに見てますね、私は。うん、はい。というような、ですね、インチキ予想でございますけどもですね。はい。うん、で、箱根なんですけど、あと箱根の方はですね、もうこれはね、もう硬いだろうと思ってるんですよ。ああ。うん。坂さんの予想だと、1位が駒澤大学、2位青山学院大学、3位中央大学というふうになってるんですが、2位までは一緒です。うん、2位までは私も一緒です、もう1位2位の差はほとんどないですね。そうですね、坂さんも五分五分ぐらいですって書いてありますね。うん、で1位2位はもうどっちが1位になってもおかしくないっていう感じなんですよ、うん、はい。でも駒澤はあれですよね、三冠ですよね、三冠、うん、で、まあ、そのプレッシャーがどこまでね、作用するかっていう感じで、もう正直ね、1位、2位はどっちでもいいやっていう感じなんです。あの、問題は3位以降なんですよ。うん。ここはね、本当にどこが来てもおかしくないですね。うん。どこが来てもおかしくないですけど、僕、中央大じゃなくて、やっぱりね、國學院を推したいですね。中央大も怖いんですけど、うんうん、中央大も怖いんですけど、でもね、やっぱりね、僕としてはやっぱり國學院を推したい、うん、というふうに思ってますね、うん、うん、で早稲田がね、もうちょっと上に来る可能性があるなと思ってます、うん、最近勝ってないけどね、やっぱり、うん、いやでもね、不気味ですよ、うん、うん、花田監督になってから本当に不気味な存在になりましたから、うん。で、まあ、順大ね、そうね、順大が5位ぐらいに来るかな、で、創価が6位ぐらいで、まあ、中央大学をどこに入れるかっていうのは微妙ですけど、いや、本当にこの辺読めないんですよ。本当に。うん、もう3位以下はほぼ団子ですから。うん。うん。もう2強があまりにも強すぎて、まあそれを追っかけるのが、最右翼が僕は國學院だと思ってますけどね。うん。はい、ということでですね、なんかこう、うん、みんな沈黙しちゃって、俺一人だけの番組になっちまいました。でもなんかすごい面白さが伝わってきました。なんか、区間ごとにこの特徴がある話とか、うん、予想するの面白いだろうなって思ったので、ちょっと、これから駅伝気にしていきたいなと思います。う
うん、駒沢に唯一資格があるとしたら山でしょうね。5区ですね。うんうんうん、山山ですね。やっぱりそうですね、うん、青学は5区に配置してますもんね。若林ね、去年の若林を置いてますんで、うん、まあでもね、うん、それもね、うまく出るかどうか分かんないです、正直言うと。今年の青学はちょっとミスが多いので、うん、出雲も全日本もちょっとね、ミスがでかく出てるんで、うん、なんで、そこがね、ちょっとね、1位に押せない理由なんですよ。うん、あんだけミスしなければ僕は絶対1位に青山学院を押してます。うん、駒大よりも最近の駒澤大学よりも青山学院の方が箱根に関しては安定感がある。うん、うん、うん。全日本は駒澤が強いんです、いつも。うん、確かに青学負けることが多いんです。うん、うん、うん、うん。でも、駒大に去年も駒大に負けましたけど、青学は、うん、負けたけど、うん、でもね、そこまででっかいミスしてないんですよ。うん、うん、でっかいブレーキがなかったんですね。うん、うん、まあ、だからあんだけ圧倒的な差で箱根を勝てたんですよ。うん、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 だからその実績から言ったら絶対青学を押したいんだけど、ちょっとブレーキがでかすぎるなと思ってて、うん、今年の出雲と全日本の、うん、うん、青山は、うん、っていう感じでございますね。はい、ということで、なんかすいませんね、なんか変ないっぱい喋っちゃいまして、なんかあんまり盛り上がらなかった気がしますけど、面白かった、なんか勉強になりました。はい、うん、ありがとうございますということでございまして、そしたらちょっと今日、ここら辺で、そろそろお別れということにしたいと思いますけども、さて、じゃあ曲いってみましょう。はい、はい、こちらは小賀ちゃんの曲ですね。はい、はい、まあタイトルの通りなんですけど、うん、これ失恋の曲ではあるんですが、はい、ね、サビも何でしょう、今年1年にさよならっていう感じで捉えてもらえると、はいはいはい、なんかいい感じの曲に聞こえるんじゃないかなと思いますが、うん、はい、確かにね、まあ名曲でもありますしね、これはね。そうですね、うん、まあ別れと出会いの泉オーナーの言葉を借りるなら、まあ別れの、うん、で新しい年を迎えると、うん、出会いという形で聞いていただければいいのかなと思います、うんうん、はい、ということで、じゃあ曲紹介お願いします。はい、聞いてください、オフコース、さよなら。殴ったね。親父にもぶたれたことないのに。オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉の2022年を振り返る。時刻は23時45分を回りました、ここからはみんなで2022年の番組を振り返っていきたいと思います。はい、と言いながら、おがちゃんの積み残しを消化するコーナーということでございますけれども、やったー。はい、おがちゃんにはですね、うん、だいぶ前に、あれ何ヶ月前ですか、あれいつだろう、もう9月ぐらい、10月、10月ぐらいですね、多分ね、に与えられたミッションがありまして、月1パーソナリティさんに関して、もしくはアシスタント、まあ、うちのレギュラーの皆さんですよね、はい、に関してですね、思うところを語れという、ミッションが与えられてですね、最初調子良かったんですよ、3人ぐらいポポポーンといったんですよね。あ、そうですね、そっからが足踏みしちゃって、まあ一人ずつ、うん、みたいな感じで行ったんですよ、うん、うん、なので、まだ何人か残っております、うん、ということなんですけど、結局誰が残ってるか調べました？これメモってないんだろうな、多分。
うん、うん、みっこちゃんは話してないです。そうなんですよ、みっこちゃん話してないんですよ。で、はるちゃんも話してない、はるちゃんも話してないです、はい、あで、うん、どうだっけな、安江姉さんも話してない、姉さんはまだかな、えっちゃんは話したんでね、前回そうだから、私の記憶が多分確かだったんだろうと思いますけど、3人残ってるはずなんですよ、うん、なるほど、まあ、はい、EPMD っていうのも入れてもいいかもしれないですけどね。そうだね、まあそれも入れたら4人です。ちょっと入れないでおきましょうかね。はい、そうだね、うん、うん、まあ、とりあえず安全策を取って3人にしておきましょう、はい、はい、ということですけど、じゃあまず誰からいきますか。ああ、じゃあいらっしゃるんでウィッコちゃんからいきますか。やった、ありがとうございます。はい、はい、さあ本人の前だぞ、おい。あ、そうっすね。うん、思うところ一番なんか出会いが、うん、一番なんか、なんでしょう、変だったなっていう感じがしてて。変な出会い。変な出会いっていうか、あれ変だなってどういうことよ、お前。あって、最初出会ったのって、あのパクチー会ですよね、確か。そうそう、パクチー会ですよ。私、パクチー嫌いなのに参加したパクチー会。で、僕も嫌いなのに、三角さんに引きずられて出されたんで。うんうんうん、そう、確かに、あの、会の時もあんまりパクチー好きじゃないんですよねって一人から誰かから聞いてた記憶があって、うん、私ですね多分それ、うん、そうそう、なんでいるんだろうと思いながら、まあ自分もいるかと思って。そうそう、誘われていったけどみたいな感じでしたね。そう、そんでさ、そのフリーペーパーをいっぱい出してきてた人がいたなっていう印象があった。最後にあの屋上と空をみんなに配って、そう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 、うん、この人何やってる人なんだろうって思って、うん、そう、初対面はそんな感じですね。だから、うん、そうだ、めっちゃ変な人だなと思ったらめっちゃ変な人だったっていう。あ、めっちゃ変な人ですね。そう、だからあの俺も覚えてなかったんだよね。あ、そう、そうなんですよね。その時に会ってたっていうのは後で知りましたもんね。そう、お互いにそう覚えてなかった。うん、そうで、あの僕が引っ張ってきたわけじゃん、あの、あ、うちの番組に、うんうんうん、みっこちゃんをね、あの、あの岡田さんの会話で、ね、そう、岡田くんの会で、はい、うん、スカウトされました。そう、うん、だってさ、あのひときわ面白かったんだもん。 そう、ありがとうございます。嬉しい。うん、だあのね、岡田くんの会ってみんなね真面目な人が多いの、まあ、まあ泉さんみたいなぶっ飛んだ人もいたけど、あ、確かにね、あのね、ちょっとねスパイスがあんまり足りないなみたいな感じだったんですよ。でそこに突然現れて、あの、うん、自己紹介して、自己紹介してなんかこう、うん、あのいろんな宣伝をした後に、じゃあ私時間がないんで、うん、さよならっつって帰っちゃった。喋ってすぐ帰っちゃったんですよ、その何なんだよみたいな感じで。そんで、あの帰る前にこれはスカウトしなきゃいけないと思って、ちょっと待ってっつって、あの僕ラジオ番組やってるんですけど、よかったら出てくださいっつって、あの、うん、あ、じゃあ連絡待ってますみたいな、なんかちょっと社交辞令をいただいて、うん、でその後あの断片的な情報をもとに、あの、はい、あの無理くりメールして俺、はい、あの作詞家活動をやってる永原さくら名義の、あのホームページのメールアドレス、あれメールアドレスが、あの、うん、永原さくらへの作詞依頼のフォームから多分送られたんで、あの事務所の方に届いちゃったんですよ。で事務所の方からなんかこんなん来てますけど何ですかこれはって、こっちで対応するんで大丈夫です。あれはびっくりしました。だって連絡先分かんなかったんだもん。確かに事務所、まあ、事務所案件、Twitter とか確かにあの時はね、うん、交換してなかったんでしょうね。そう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 、してなかったの、うん、だってなんかあの連絡先情報も何も言わないまま、じゃあ時間なんでって言って帰ってっちゃったの。いや、まさかそんなスカウトしてもらえると思わなかったんで嬉しかったです、ほんと、うん、でスカウトとして、で、うん、あの小賀ちゃんに引き合わせたわけですよ。あのまあまあ、あのウェブ上でですけどね、引き合わせたわけですけど、でそっからはどうぞ、はい、そっから、あ、そうですね、やっぱりね、うん、あの今ちょっとロスが始まってますけどね、あの変なもののコーナーを、うん、そう、変なものロス ね、はい、もう来てるよ、もう4ヶ月もやってないから、はい、うん、あのこちらもいろいろ溜まっておりますので、また来年いろいろと溜まっていきたいと思います。そうそうそう、うん、あの現地のね取材もね2回行きましたよね、2回かな、はい、
そうそうそう、コラボ企画ね、そうコラボ企画ね、あって、うん、三軒坂の時はそれこそあれもいたもんね、 BPMD もいたもんね、いた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 、あん時雨でな、うん、あん時雨でね、うん、でも新しい遊水地1時間半ぐらい歩いてましたけどね、雨の中、そうそうそう、雨の中傘差しながら渡らせ遊水地って結構きつかったよねそうそうそう、あの日3万歩歩いてたんですよ確か、そうそうそう、すんげえ歩いてた、すごいんですよ、うん、楽しかったな、楽しかったね、楽しかったし、で2回目あれかパクさんと、はい、謎フード会長のパクさんと一緒にいろいろ行きましたよね、行きましたね、柏のお城ですよ、あ、そうそうそう、フランスのお城、ね、すごいね、あれもコーマル城、コーマル城、シャトーシャトーでコーマルって書いてある、すごい、うん、すごいよねあれ、あでもなんかコオロギのあのあれも美味しかったですね、コオロギのバームクーヘンなんかをパクさんが持ってきてそう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 、結構香ばしくてね、あれコオロギが入ってんの？そう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 。あのでもね、パウダーになってるんですよ。コオロギパウダー入りの。そう、あのあれですよ。あの虫虫っていうあれじゃないよ。モノ本じゃないよ。モノ本だけど、そうあの、うんうん、まんま入ってるんじゃなくて。コオロギを粉にしたんですね。うん、まあもっとすごいまんまのやつが食べたければ、そういうお店も知ってるんでいくらでも連れて行きましょう。そうそうそうぜひぜひ、はい、行きましょう、じゃあ次のコラボ企画はウタさんも入れて、それで、ね、あ、やったー丸ごとの虫を食べる会、いや俺はいいわそれじゃあ取材班振られてしまった、撮影班で行きますから、ね、うん、そうですよ、はい、ということですけど、まだほら、うん、あそうですね、なんで、うん、ちょっとね、あそう、うん、作曲ね、ちょっと教えてほしいですね、やっぱりね、作詞でしょ、作詞の、あ、そうそうそう、はい、いやでもほらやっぱりね、あの合唱でかじってた部分あるんで、編曲とかをね若干した部分あるんでね、極意を、そうですね、あでもそれはむしろあの編曲はもちろん私やったことないので、そういう編曲サイドについて教えていただきたいです、うん、あもう自分は大したことないんですけど、いやだからあれじゃん、あの TikTok 等のさ、はい、あのクリエイターさんいるじゃん、はいはい、ね、あの人結構こだわりのクリエイターっていうか、作曲の人ですよね、作曲の人、あ、うん、そうなんですよ、うん、確かに確かに、ね、うん、ね、教えてもらいたいなと思いながら、あいいですね、うん、そういう勉強会みたいなのやるのもあそう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 、いいよね、うん、うん、なんかやっぱりね、あの、うん、多芸な人っていうのがあるかな、うん、なんかいろんな方向に変な人いるじゃないですか、その、うんうん、うちの月一とか、うん、ね、皆さんね、そうね、はい、その中でもそうそうそう、いろんな方向になんか、うん、そう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 、うん、結構そう多芸だなっていうのは思いますね、うん、だってほらうちの番組ほら究極の素人番組そう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 、そうですね、うん、究極のなんだいいキャッチコピーだ、そうそうそう、うん、うんね、だからただの素人じゃない、究極の素人が集まってるわけですよ。そうそうそう。うん、あら、うん、なんかやりたいですね、やっぱりね。なんかやりたいよね。うん。やっぱそのコラボ企画だけじゃなくて、なんか形、別のあれでね、形にしたいよね。ね、そうですね、うん、このメン。なんかこのメンバーが揃ってるからできることみたいなの考えたい。そう、だってほら、長原さくらことみっこちゃんがいるから、作詞はいけるじゃん。はい、うん、作詞いけるね。うん、で、あと作曲家を呼んできて、作曲家ね、確かに、うん、呼んできて、いや、そこもミカドさんとオガちゃんで作曲して、まあ、編曲を誰かに手伝ってもらえればいいんですよ。ああ、なるほどね、なるほどね、そっか、押し入れにしまってあるキーボード引っ張り出してくるから、うん、いや、僕も昔は作曲してたんですよ。あ、すごい、聞いてみたい、いや、1曲しか作ったことないですけど、昔はやってましたよ、うん、高校の頃かな、うん、かっこいい、うん、曲いじったことしかないからそう、まあまあ、ダメですけど、うん、そうね、でまあみっこちゃんはそんなとこでいいの、じゃあそうですね、うん、ありがとうございます、すごい嬉しい紹介してもらえた、はい、ありがとうございますあと2人いるよ、あと2人、うん、次もういないけど安江姉さんにしますか、じゃあ、お、安江姉さん、うん、安江姉さんも、うん、久々に来てくれるのかな、1月、
1月はお休みです。お休みね。うん、だから、ね、あのほら、おがちゃんが来れなかった時に、うん、あの歌さんと、歌さんと安江姉さん一緒にやりましたね。あ、そうね、うん、あでもね、食券、あでもこの前もあったんですけど、なんだっけ、うん、浜ちゃんと、うん、あのほら漫才姿勢報告ね。はいはいはい、うん、そうでもあったんですけど、うん、なんだろうな、そう対面だと第一印象って結構ちっちゃいなと思って、うん、ちっちゃいよ、ちっちゃいよ、あのちっちゃいんだ、ちっちゃい、ちっちゃい、そう最初ほら、うん、あね、元自衛隊ですとかっていう感じで、うん、だからすげえいかつい人が来るのかなと思うんですね。まあね、あのなんていうの、ほらさすがに細っていうか華奢すぎてこう折れそうみたいな人じゃないけど、うん、でもあの、うん、ミニマムだよね、すごくね。そうなんだ、うん、だけどね、やっぱり、ね、ちっちゃいよ、なんかあの日本人形が歩いてくるのかな、へえ、ほんとにちっちゃっと思ったもん俺、びっくりし、最初このあれこの人かなと思って、そうそうそう、はいはい、対面ってだから最初に会ったのはあの、うん、市役所なんですけど、市役所ですね。ああ、そう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 。あーたはそうだよね。うん、あ、そう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 。市役所だよね。あったね。なんかめっちゃ見えるなって思ってたら、うん、とあの野生姉さんで、うん、そうそうそう。あの、うん、なんていうの？福祉課の人とかにこう話しかけたりとかして、うん、ね、あの窓口からわしゃーとかで手振って、手振ってくれるのちょっと仕事中だったんでね、何とも言えなかったですけど、うん、あのね、安江姉さんそういうの嫌がるんだよ、あのなんでなんでさ手振り返してくれないの、うん、うん、そうそうそう、寂しがり屋なんだよ、まあね、うん、こんな感じで、なんだろうな、普通の、うん、普通のおばちゃんって言ったら変だけどそういうことは言うお姉さん、お前普通の、うん、まあね、あの、なんていうのかな、うん、ほら、なんだろう、とっつきにくい感じはやっぱり全くなかったなと思って、経歴からするとさ、ほら、ちょっと違うかなと思ったけど、うん、うん、ね、なんか、不思議な魅力ありますね、うん、やっぱり。そうね。そう、だから、あ、そう、一回一回見に行ったんですけど、うん、もう、大体みたいな感じで、安江姉さん、うん、いっぱいいて、席埋まって、うん、そうなんだよね、あのもう応援団がすごいよな、あ、そうそうそう、そうなの、うん、機械じゃなくてね、コンサートだったら多分うちは持ってみんなでこうやつえとかかけてみたいなそうそうそう、あのなんか、あのみんなで両手にサイリウム持ってる感じのすごい、ありえるよ本当に、すごい人気者なんだ、うん、そう、うん、アイドルなのかな、議会傍聴なのにあのおたげやってるような感じ新しい、うん、そうそうそう、やっぱね、うん、いい声なのね、羨ましいなと思いながら聞いてますけどね、コールでね、ねえ、いや本当にね、もうなんかあの曲が聞こえてきてるんでわかると思いますけど、そろそろですね、うん、あの日付が変わろうとしておりましてですね、うん、いやもう2022年が終わります、10秒ですね、いや終わっちゃうね、さあ新しい年を迎えます、はい、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、2023年の幕開けでございます、えい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いやーもうやっぱさ、このロッキーのさ、これがいいね、やっぱねこれでね、年明けを迎えてるところって他ないと思いますか、ないよね、もうもうこれでね、もうあれですよ、試合が決まるんですよエイドリアンつってねいやこれ感動しますよ本当に、うん、うんうん、いやこのね、ビルコンティさんはねすごいと思う、このロッキーのね、あのサントラ全部手がけてますけど、うん、いやこの曲が一番好きだな俺、うんうんうん、ねえ、ということでね、あの、まあ、ちょうどね、あの、その、うん、ね、あの、0時0分0秒になるところで、はい、あの、うん、あ、またかかっちゃったけど、うん、
あのクライマックスを迎えるようにね、あのデンテレレレってなるようにあのちゃんと仕掛けてあるわけですけど、いやー、この演出3回目なんだよね。そうだね。毎年したんだ。そう、毎年やってるんです、これ。やってるわ。そう、あのうちの番組が始まった時から実はあの行く年来る年はやってますからね。そうですね、うん、何年目、そう、3回目の行く年来る年ですけど、今年もやってしまいましたっていう。いや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 、で安江姉さんの話の続きもうちょっとできますよ、うん、もうちょっと、あ、そうですね、うん、うーん、やっぱね、あの、うん、ね、やっぱりカラオケ行きたいですよね。行きたいね。やっぱボイトレ通ってるっつうぐらいだからな。あ、そうそうそう。うん、まあ別にカラオケのために通ってるわけじゃなくて、あの、やっぱり演説するときとかに、うん、演説とかその議会で大、あの代表質問とかね、うん、そう。するときにやっぱりいい声じゃなきゃいけないっつってね。あ、すごい通るんです、やっぱりね。まあ、あの、凛々しい声だよね。うん。うん、あれ、ウグイス嬢もやってたんでしたっけ？うん、やってたみたいね。うん。うん。だから、もともとその選挙の手伝いとか、そういうあの市民活動みたいなところから入ってった人ですから。なるほど、なるほど。そうなんだね。そう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 。で、そんな時に、その議員の先輩に、あの、私、立候補しようかと思ってるんですって言ったら、あの、何言ってんのっていう感じになったらしい。うん。うん。でも、本気だった。うん、うん、で、そんで見事に当選して、で、年明けましたから今年2023年が、2期目をかけた選挙が待ってるってことですよね。うん。うん、確かに。安江姉さん、ね。あ、1期目なんだ、今。1期目なんです。うん。うん。だ2期目もぜひね、務めてほしいですよね。そうですね。うん、やっぱり、ね、みんな、あれですかね。今年がだから、うん、あ、今年か。うん、変わっていく今年が選挙イヤーみたいな感じですかね、うん、地方、そうですね、統一地方選挙で、ね、統一地方選でね、で埼玉市だけずれてるから、あの浜ちゃんはのん、あの安穏としてられるわけですけど、うん、あれずれてんだっけ、うん、ずれてるよ、あの、まあだから今年は今年なんだっけ、まあでも埼玉市ってずれてるじゃん、ね、ずれてんだっけ、うん、若干ずれてんだっけな、日付ずれてる、あ、そう、うん、日付がずれてるのかな、そう、若干ずれてるんだよ、あ、市長はずれてますね、あと、うん、あ、そうそうそう、ずれてた気すんな、まあいいけど、うん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 、まあそれはともかくですね、まあでも安江姉さんパーソナリティとしてもさ、もうほんと天然だからね、あ、そうね、いや忘れないですね、去年のね1月1日にの放送、うん、そう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 、今でも忘れませんよ、あれはもう、うん、もう1年間こすり続けてますけどね、そうだって安江伝説の、あの、ある意味ね最高峰だから、あれは、あ、そうね、うん、もうほんとすごいんだあれは。うん、あれはびっくりしましたね、そう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 、でその天然を受け継いだのがえっちゃんですから、あ、そうね、親子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 、確かに親子ですね、ラジオ親子ですからあれ、うん、うん、はい、ビジネス親子かもしれないですね、そうだね、うん、ということですけども、さて、じゃあちょっとブレイク挟みましょう、はい、はい、ということなんですけども、さあ今日こちらはですね、私ですね、まあ本当だったら年明ける前にかけるべきだったんでしょうけど、まあでもまあいいだろう、まあテーマがこれだからね、はい、ということで、2年連続になります、この曲は、はい、まあこれはね、私もあのあれですよ、あのもう年明けちゃいましたけど、2022年あれですからね、あの生徒の前で歌ったからね、これね、あ、そうなの、おお、すごい、あの鐘を鳴らすのはあなた、歌ったよ、はい、最後のね、まあだからほらクラスの子たちとのお別れですよ、うん、ああ、はいはい、終業、あの終了式ですね、3学期の終わりの終了式の日に、うんうんうん、あのまあまだその新年度の担任が誰になるかとか、クラスはどこになるかとか全く分かんないんですけど、生徒たちは、うん、はい、でも俺らは知ってるわけじゃん、うん、うんうんうん、でお別れだっての分かってるわけじゃないですか、で、ね、違う学年に俺行くからっていう意味も含めてね、うん、うん、で、あのこの曲とあとはですね、時代、うん、うん、うん、それ2曲
ないですね。あのホームルーム教室で生徒の前で歌いましたよ。泣けちゃうね、うん、なんかタイトル聞いただけで。うん、うん、うん、いやもう僕はあのボロボロ泣きたくてしょうがなかったですけど、歌えなくなっちゃうんで我慢しましたよ。うん、はい、うん、もう歌い終わった後に泣きましたけどね。はい、ということで、じゃあ、聞いていただきたいと思います。和田アキ子さんで、あの鐘を鳴らすのはあなた。新年あげましておめでとうございます。ミガドウダズロでございます。今年もオールナイト埼玉をどうか一つ、どうか一つ、年度すはっかっかーまーひじりぎほっかっかー。はい、ということでございまして、後半戦に参りたいと思いますけれども、はい、まだ、あと、まあ少なくともあと1名残っております。そうですね、はいはい。我が番組のですね、記念すべき初代アシスタント、あの歌さんが、ハルリン、ハルリンって呼んでる人ですね。そう、ハルリンだよ、ハルリン。違うよ、ハルちゃんなの、俺たちにとっては。ハルちゃんなの、ハルリンじゃないの。はい、わ、はい、かりました。わかりました。うん、いやいや、まあまあ、歌さんはずっとそれで呼んでもらっていいですし。自分はもうずっとハルリンなの。うん、そうなんですね。うん、ハルちゃんが。はるちゃんもね、こっち来てんだよ、山形。あ、そう、山形いるみたいですね。ああ、ツイッターで見ました。うん、旦那さんの実家がね、私の実家の山形県新庄市の隣町なんですよ。あら、そうなんだ。そうなんだね。そうなんですよ。だからね、だから、それこそハルリン の, あのツイッター見たら、ツイッター見たら、あれと思って来てんだなと思って。そう、なんか雪の景色が確か、うん、あった。そう、俺もいるよと思ってね。それはいいんですけど、別に。うん、ハルちゃんに関してはどうですか。あ、そうですね。うん。まあ、出会いはあれじゃないですか。あの、帝さんと一緒じゃないですか。そうね、あの埼玉市若者会議ね。あ、そう、あ、ちょっと何とも言えないですけどね。いろいろあるらしいですけど。分かんない。 あれまだ続いてるんですか、あの団体。いや、わかんない。僕もだって代表に連絡しても帰ってこないんだよ。そうか。だけどあれですよ、あの代表の子今度出るんじゃないですか、選挙。なんかそう、出んじゃない。うん、まあ、なんかよくわかんない。うん、だって最初から選挙に出るためですって言ってたもんな。まあそうね。うん。まあ。すごいよね。選挙に出るために若者団体立ち上げますって言っちゃってんの、ね。すごい。はあ。うん。まあまあまあ、いいんじゃないですか。うん。アイドルに、アイドルになれるかもしれないけどね。そうだよね。うん、あの、アイドルになるためにこういう活動しますってのと一緒だよね。まあそうね、うん、まあまあ、まあ、アイドルみたいなもんですからね。まあまあ、うん、でまあみたいなもんですからねって言ったらちょっと、いや、それは語弊があるぞ。ちょっと待って、それは語弊がある。はい、でまあそれはともかく出会いはそこだな。うん、そうで、うん、ほら、なんていうかな、その時は、うん、なんていうの、会った瞬間とかはあんまり記憶残ってなかったけど、うん、で帝さんとほら2人でこう、なんていうの、あの教室のこう、なんていうの、端っこで愛してたじゃないですか。そうそうそう、喋ってた、ね、壁でね、壁こう背にして2人でこう、うん、あの横で会話してるみたいな感じだったじゃないですか。そうだから、うん、あのなんかね、あの注目を浴びられない2人が、あのこう、うん、あのね、慰め合ってるみたいな感じで喋ってたのな。うん、あ、そう。微妙な距離感ね、こうハリネズミ同士がもうトゲトゲしてる感じで、ね。そう。あの、いましたけど、うん。山嵐とハリネズミがお互いに針ぶつけ合ってるみたいな。そう、割と緊張感のある出会いだったもんね。うん、だって大橋さんと俺は。探り合いですよね。探り合いだし、あのニコニコ笑ってるけど半分喧嘩腰だったよね、お互い。恐ろしい。うん、いや、なんかね、お互いに警戒感を持ちながら、
お互いにどっか行けすかねえなこいつっていう風に思い合いながらも、あの、うん、こうね、でも実はそうじゃないかもしれないみたいな感じの探りを入れてた感じだったんですよ。あ、そうそうそう、ほらいわゆるさ、そういう集まりとかって、うん、初対面の人とのこう関わりをしたい、いわゆる陽キャが集まるじゃないですか。そう、はいはい、なのになんでこいついるんだみたいなのをお互い思ってるわけです。そう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 、あ、うん、で、あの、根は陰キャなのに、あの、陽キャのふりしてるんですよ。それをお互いに探り合ってるんですよ。なんか本音、うん、本音はどこにあるんだみたいな、うん。そうそうそう。本当はお前陰キャなんだろみたいな、あの、うん、探りを入れてる感じなんですよ。そうそうそう。そん中だと、一番なんか、こう、橋渡し的な役ですよね、はるちゃんはね。そう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 。あの、一番のクッションですよ。うん、そうね。うん、いや大事だと思いますよ、クッションの役って、うん、大変だけどね。そうで、うん、そうだね、うん、それでほら、あの、いわゆる、あの、僕が 大滑りしたあのプレゼン大会があるわけじゃないですか。この会議の若者会議の中でピッチというかね、うん、こういう、なんていうの、企画を立てたいみたいなのをプレゼンするわけですよ、うん、いや、はいはい、あの時のオガちゃんの滑り方つったらなかったね。いや滑ったね、あれだ、おどん滑りしたよね。あの、いや、企画自体は全然悪くないのよ。うん、そう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 、全然悪くないんだけど、ほら、おがちゃんこういう人じゃないですか。みっこちゃんも歌さんもこういう人。そうですね。あのね、ぐいぐい前に出ていかないでしょ。うん、だからすんげえいい企画なのに、うん、ね、ガン、俺だったらガンガン行くなっていうようなところを、まあこんな感じなんですけどね、終わっちゃうから、そりゃ受けねえだろうみたいな、すかして終わるよね、大体。そう、なんかね、うん、どうしてもやりたい感がね、全然伝わってこないのよ。そう、それね、26年間課題ですよ、これはね。うん、で、そんな中でも、いや、あの、はるちゃんはさ、なんか、あの、はい、いや、おかちゃんのいいと思うよとか言った。うん、うん、で、あれ、あ、まあね、大抵の人がこう、なんていうの、堪能的だからさ、堪能的だったから、あの、うん、なんていうの、コンサルがとか、うん、金融系とかなんかいっぱいいるから、うん、まあ、先生とかいるから、要はなんか、うん、あれ、これ、真似たやつどうすんのとか言われるわけですよ。うん、だけど、そう、あの、多分ね、いいんじゃんみたいな感じのが、多分あったりとかして、それでできたのが、できたうちの一つが、うん、このラジオで、もう一つできたのが100人会議だったわけですね。うん、そう、あ、そう、あの、100人会議は表に出してなかったけど、あの、うん、なんて言うんだろう、あの、はるちゃんも俺もおがちゃんも、うん、あの、うん、表向きはそうだけど、でも本当はこういうこともやりたいよねみたいな話を、あの、飲みながらしてた。うんうんうん、した。あれ、なんで飲んでたんだっけ、3人で。3人で飲んだわけじゃないけど、そのみんなで飲んでる時に3人で、うん、3人で話して、うん、うん、いや、本当はこういうことやりたいよねとかって、あの、はるちゃんが言って、いや、俺もそうなんだよとかって、俺が乗っかってって、で、おがちゃんも、うん、いや、実は、ちょっとこう、だから、そんな感じで、こう、まとまってったんだよな。うん、そうね。おだからもう3人集めてはいたんだよね、だからね。そうそうそう。なんとなく。なんとなく同志が集まってたんですよ。で、うん、あ、そうそうそう。だから僕、他の人あんまり出してないけどさ、僕3つ出したじゃん、うん、あれ。3つ出した。だから、そう。企画力はものすごいのよ、おばちゃんは。うん。だから、そう、ラジオね、あの、メカドさんのおかげでやらせてもらって、100人回も、まあ、はるちゃんとか、うん、ね。うん、あ、それこそサトシティとか、うん、いっぱいいるわけですよ、うん、だし、でもう一個は、うん、あの、まだ動いてないけど、うん、あの、ワン埼玉で、あの、ステージ認識の、うん、なんていうの、企画を学生がやったらどうみたいな、そう、プレゼンになったんだけど、うん、僕の企画じゃなくて、うん、代表の企画になってたっていうのはあるんだけど、そう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 、それはいいんだけど、取られたんだよな、まあ、それはいいんだけど、ね、そう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 、まあ動いてないしね、どうせ。っていう、うん、そう。なんだけど、うん、やっぱり、なんか相談員役だし、あの、応用力っていうか、なんていうの、ほん、やっぱりさっきのクッションみたいなのが正しいけど、うん。だし、うん、うん。そうした中では、
そうですね、うん、このまあこのラジオのかもしかしたら影のこう続けてくれた、あ、続けこんなに続くようになったきっかけ、あのきっかけなり力の一つかもしれないなっていうのも思いますね。うん、あの土台を作ってくれた人だよね。そうだね。うん、まあ仕事忙しいし、そのママ業も忙しいから、うん、あのもう最近全然出てくれないですけど、うんうん、まあまあ、うん、いやでも2023年まあ3ヶ月に一遍とかでもいいから出てほしいね。そうね、うん、お待ちしてますということでね。うん、はいはい、ということでございます。こんな感じで積み残しは、はい、終わりました。もういいか。あ、いい、サトシ D はいいや。今日さっき話したから、ね、サトシ D はいいだろ。お疲れ様でございました。うん、ありがとうございました、ね、今日ね、自分のことも今日の方が良かったかな。あ、そうね、確かに確かに、ね、うん、本人がいるから。あ、そうね、確かに。あ、でもいい、難しいですね、タイミングがね。いやでもね、俺さ、本人の前ではやっぱりさ恥ずかしいから言いづらいな。あ、そう、いやもう十分です。あの自分のほら、あの一人の時ってほら自分でしょ。うん、うん、だから おがちゃんほら自分のためにね使ってくれたんだから。まあ、もう、ね、皆さんに支えてね今あるということでね、うんうん、はい、2023年もよろしくお願いしますということでね、どうか一つ、はい、うん、どうか一つ、どうか一つ。それあれですよ、よろしくお願いします。小松の親分さん、あ、違う。違う、あれじゃないんだ。はい、ということで、じゃあ曲いってみたいんですが、はい、まあ本当に、まあ私からもお疲れ様って言ってですよ、もう今日は具合悪い中でね、やってもらって、まだこっから、ね、一踏ん張りしてもらわなきゃいけないですけど、はい、はい、ということで、この曲はなんでまた？あ、そうですね、まあ、うん、そうですね、1年お疲れ様っていう意味合いが大きいかなと思うんですけど、うん、やっぱり何でしょう、ねぎらいというか、何、うんうん、だろうな、例えばほら帰省したりとか、はいはいはい、それこそこう忘年会とかでもお疲れ様ってやったりとか、まあ、対面であったり、うん、LINE であったり、うん、なんだ、まあ、いろんな方法で言ったり言えなかったりとかするけど、うん、でもみんなこう頑張ったから、うん、無事に今年を迎えられてるんだなということで、うん、はい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 、はい、皆さんにお疲れ様を、はい、届けたいなと思いますけれども、はい、ということでじゃあ曲紹介をお願いします。はい、斉藤和義、お疲れ様の国。最後の発世界へ、おがちゃんとみかどのオールライト埼玉。さて今週もサービスサービス。岩頂参りたおまんじんじゃー。明けましておめでとうございます。当おまんじんじゃではリスナーの皆さんの疑問やお悩みを受けたまわりまして、ご祭神であります小川暇なしの御事、略して小神様がありがたいご託宣をくださいます。私宮司の帝でござりまする。明けましておめでとうございます。宮司見習いの歌でござりまする。明けましておめでとうございます。巫女の巫女でござりまする。いやー、巫女の巫女ちゃんはもう久々久々でございます。ちょっと修行に行っておりました。あ、先輩の初めまして。はい、いつの間にか宮司見習いの方が。そうなんですよ、私はまだ2度目かな。おお、まあ
おまん神社はですね、もう神職の虎の穴というふうに言われてますよね。もう本当に。もう本当にたくさんのですね、神職の頂点を極めたいという方がですね、来られて、修行に来られております。頑張っております。もうね、頑張っております。はい。ということでね、もう、みっこちゃんはあれですからね、初代みこですからね。はい。もう何の通り、ね、巫女の巫女でございます。はい、本当にもう先輩の先輩だ。いやもう本当にね、あれですからね、このコーナーっていうか、このおまん神社がですね、創立された時にですね、たまたま近所にいたんで、みたいな感じで、はい、そのまま巫女になりました。そのまま巫女スカウトスカウトです。スカウトされました。スカウト、うん、いいんですかみたいな感じでね、うん、まあいいからとりあえず巫女やってっつってこう、はい、うんうん、すごい軽いノリのそういう感じだったんですけどね、うん、はい、でしたね、はい、はい、ということでございましてですね、このまあ年明け2023年も私の家の前もね、岩頂前の人がね、うん、通るんですよ今。あ、近くにねあるもんですから神社ですね、なんでねということなんですけども、さて、当神社のですね、ご祭神であります、お神様にですね、ご降臨いただきたいと思いますね、はい、それでは参りましょう。お神様、おいでくださいませ。みなのものな、あけましておめでとうということでな。あけましておめでとうございます。ちょっと人だぜ、おめでとうございます。何ですか、何でございましょう。2023年も話が長いんじゃないかな、ミカド。うさいわ。うさいわ。なあ、歌子もな、ごくんもな、今年もよろしく頼むからな。はい、よろしくお願いします。はい、うん。ということでございますけども、じゃあ早速ですね、話が長いって言われたんで、じゃあ早速、祈祷依頼の方こなしてまいりたいと思います。うん、はい、それでは参りましょう。ラジオネーム。危険なジョージ・ルーカスからいただきました。すごい名前だな、そんな、はい、自ら危険というのかな。はい、どうもそうです、危険なジョージです。答えが言われてたからな。映画を見ようと思うのですが、ミカドロイドとキラートマト、どちらを見たらよいか悩んでおります。映画の大スクリーンの、4DX で見るのが、楽しみです、ということですが、これはですね、ミカドロイドっていう映画本当にあるらしいですね。本当にあるんですね。本当にあるらしいです。なんかミカドさんがアンドロイドになった話かと思う。そう、いやミカドさんがじゃなくて、本当に、なんかこう、マロでおじゃるみたいな、そのミカドがね、アンドロイドになったみたいな、そういうB級 C 級映画みたいなのがあるらしいんですよ。うん。で、あとはキラートマトってのもあるらしいんですけど、うん、でそのどちらを見たらよいか悩んでおりますということで、まあこんなの大スクリーンの映画館では絶対上映されないと思いますけど、っていうことですけども、うん、お神様はこれは映画とかご覧になるんですか？あ、そうじゃな。一度でも、うん、ミカドロイドの話はなんかしたような気がするがな。音源化はまだかな。うん、まあ、ミカドロイドは私も見たことないんですけども、まあ、前にしたことありますね。そうじゃな。初音ミクみたいな感じでな。うん、ミカドが声を出すっていうのな、聞いたからな。うん、そうなの。まだ作っておらんのかな、うん。そうかもしれないですね。まあ、
だどっち見たらいいかっていうことで悩んでるそうなんですけど。なるほどね。はい、はい、ということで、まあ、新年一発目の祈祷依頼に、答えていただきたいと、いうふうに思いますが、おがみさんも心の準備はよろしゅうございますか。ああ、よいぞ、任せておれ。はい、ということで、それではおがみ様、お聞き届けくださいませ。かーしこみー。あ、これはね、あのラジオボーイズというものをな、聞いてもらってな、2つの間を見てな。そう、ラジオボーイズ、もういいのな、2人がな、あの、うん、ラジオを作っていくっていうな、はい、あの B 級映画でな、B 級映画で、まあ、ただな、一切な、絵がないからな、絵がない、絵がない、絵がない、そう、映画なんですかそれ。あ、そうじゃそうじゃ、もうな、心の目で な、ね、心の目で見る。そうじゃ、大体な、あの絵を写してな、うん、心の絵を写してな、それで感じるとな、はい、あの、はい、かなりこう、なんていうかな、あのサラウンドというかな、あ、いいんじゃないかと思うんだよな。新しいですね、それね。映画館の大スクリーンなのに、うん、スクリーンには何にも映ってなくて、うん、音だけが、そうじゃな。音だけが、あの、すごいですね、あの、音だけがドルビーデジタルみたいな感じで、こう聞こえてくるわけですね、これ。まあ、音もな、こう、回転、うん、回転したりな、旋回したりするとな。はい、すごいですね、それ。すごいわ。最新の音響を使ってるのに、うん、絵が一切ないわけですね。そうじゃな、うん。もう絵がないからな。あの、はい、皆のものがな、あの、はい、メガネかけてな、飛び出しちゃうかもしれないかな。驚きでな。さあ、あの、メガネをかけて、あの、目玉が飛び出るみたいな感じなんだよね。あ、そうじゃな。みたいな感じでな、まずはな。うん、スクリーンから飛び出してくるんじゃなくて、目ん玉飛び出ちゃうみたいな。そういう感じ。あ、なるほど。新しいですね、それは。うん、ということに。あ、そういう映画もな、見てみたいものじゃな。はい。はい、なんていう映画でしたっけ、それ。あ、ラジオボーイズというな。あ、ラジオボーイズ。あ、なるほど、ね。いかにも B 級っぽいだろうな。あ、B 級っぽいですね。はい、ということで、いただきました。はい、ということでございまして、いやいやいや、新年一発目からファンキーですね、おがみ様。キレッキレですね。キレッキレですね。まあ、こんなものでな。ああ、ありがとうございます。さあ、うん、ということで、ちょっと、じゃあ、ここで、ブレイクを挟ませていただきたいと思いますが、うん、ですね、こちらは、あの、巫女のみっこくんからの、はい。リクエスト、セレクトですけど、これは、まあ、いい曲ですね。いい曲ですよね。もう、これを聴くと、うん、あ、終わりっていうのは、終わりだけじゃないんだな、みたいな。ああ、なるほど、なるほど。次への、ね、あの、始まりなんだなっていうのをすごい感じられる、いい曲で、よく一日の終わりに聴いております。うん。みっこくん、あの、ついこの間まで沖縄に行ってたようで。そうなんですよ。うん。あの、一人旅だったんですけど。うん。一人旅で沖縄行くの好きで。好きです。ね。はい。とっても癒されまして、うん、その時もこの曲をめっちゃ聴いておりました。はい、そうね。あの、夕日がこうね、あの、もう日が傾いてくるところでこれ聴くといいね、うん。そうなんです。いいですね。はい。ということで、じゃあ曲紹介お願いします。はい。では聞いてください。かりゆし58で終わり始まり。はい、聞いていただいております。かりゆし58終わり始まりでございますけども、いやー、やっぱりいい曲だね、これは。いい曲ですよね。いやー、なんかこう夕暮れのさ、あの、はい、まあ俺沖縄行ったことないですけど、あの国道58号線をこう走りながら聞きたい。そうなんですよ。うん。いやでも意外と山形にも合うかも、この曲。うん。あのね、うん、めったにないですけど、その、うん、雪景色の中夕暮れっていう時がたまにあるんですよ。え、めっちゃ幻想的なんじゃないですか。うん、いいな。めったないですけどね。うん。うん、これはね、綺麗よ。ああ、うん、その時にこの曲聴いたら最高だろうな。最高ですね。聴いてみたい、うん。と思いますね。いやー、うん、本当にいい曲でございますよね。はーい、ありがとうございます。かりゆし好きよね。うん、はい。うん。
ていうことでね、はい、本当にいい曲でございます。聴いていただきました、かりゆし58終わり始まりでございました。さて、ではですね、おまん神社でございますんで、ということなんですが、うん、おかみさま、おかみさま、琉球の方には行かれたことある、ありますか？あ、そうじゃな、うん、まあよく行くかな。ああ、そうですね。よく行く。よく行く。そうじゃな。よく行く。琉球の神様と、大和の神っていうのは、まあ、多分違うのかなと思うんですが、うん、なんか交流とかあったりするんですか？あ、そうじゃな。やっぱり、泡盛をな、うん、みんなで飲んでな。うん、やっぱ酒かい。まあ、酒なんかい。まあな、ノミニケーションなる言葉もあるんじゃろう、うん、人間界でもな、うん、ありますね、はい。まあそれと一緒じゃがな、やはりな、うん、まあ飲んだくれてね、女神様ナンパしてきちゃったような神様ですからね、あなたは、うん、そうじゃな、うん、まあそれでな、幸せをお裾分けするのでな、うん、皆の頃にな、うん、そうじゃな、うん、そうですね、どうもありがとうございます、うん、ということなんですけども、何か言おうとしてることがあるのかな。いや、ないです、ないです、ない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 、はい、ということで、じゃあ、次のご祈祷依頼行ってよろしいですか？あ、よろしく頼むぞ。はい、それでは参りたいと思います。ラジオネーム貞子からいただきました。あの貞子、変なもの次はな、怖いものかな。はい、貞子です。最近呪いの映像媒体としてビデオがもてはやされておりますが、どうして VHS ビデオからネット動画に移ったのですか？私はできればベータのビデオで再生されたいです。ソニーが好きです。そうということで、まあ、これ本物の貞子さんですかね。いただいて、なんか貞子さんは VHS もダメで、なおかつ、うん、まあ、VHS はまだ許せるのかもしれないですけど、ネット、うん、動画になったのが許せないみたいですね。でしかもベータでって言われましたよ。これこれあれですね、宮司見習いの歌くんと、うん、宮司の私ぐらいしか知らないじゃないですか。そうね、ベータって懐かしいと思って今聞いてて、ベータって、ベータってみっこくん知らないでしょ？はい、すいません、知らないです。知らないですね。ビデオの企画なんですよ、これ。うん、うん、ベータマックスってのがあったんですよね。そう、知らなかった。はい、小さいのに VHS より多少。そう、ちっちゃいん、大きさ違うんだ。うん、そう、ちっちゃく、うん、大きさ違うの。ちっちゃくて高画質なんですよ。高画質、うん、高音質なんだけど、うん、長く録画できない。うん、でも、その汎用性の高い企画として、そのビクターと、うん、ビクターと松下が作ったのが VHS なんです、うんうん、でそっちが世界企画になっちゃったんで、うん、ソニーだけだったんだよね、結局。そうそう、結局ソニーだけだったんです、ということなんですが、おがみさまはその VHS とかベータとかそういうのはどうですか？そうじゃな、うん、聞いたことはあるがね、まあ、見たことはあるものもあってな。あ、ご存じないんですね、うんうん、あ、そうじゃな、まだまだ若いからの、心理だからな。あ、そうですね、まあ、神様の世界で心理って言っても、我々より相当、うん、相当長いですよ、ね、相当若いよね。そうじゃな、年齢を重ねてらっしゃるんだと思うんですよ。まあ、うん、ということですが、じゃあ、早速ですね、うん、お告げの方をお願いしたいと思います。はい、なぜということでな、答えればいいのかな。まあそうですね、なぜネット動画に移ったのかというところでお答えいただければいいのかなというふうに思っておりますので、はい、それでは参りましょう。おがみさま、お聞き届けくださいませ。かしこみ。
ああ、貞子さんと言ったの。はい。そなたはな、髪が長いので有名だと思うがな。ああ、はい、はい。VHS をな、入れるとな、よく、絡まるじゃろ。絡まりますね。絡まりますからね。はい、お主のな、髪が絡まるとな、はい、ちょっと人間が恐れてしまってな。はい。それでな、髪が絡まらないな、ネット動画だとな、髪絡まらないじゃろ。うん、ああ、なるほど、なるほど。なんかいい話だ。それでな、人間はそれを使うようになったというのでな、まあ、貞子さんが怖いからっていうのでな。うん。そうなんじゃ。なるほど、まあ怖いですし、まあ貞子さんもね、しょっちゅう髪絡まってたら、髪傷んじゃってしょうがないですからね。貞子さんの髪を守るためにもな。そうですね。うん、なるほど。便利なものを使うかもしれないかな。はい。うん、なるほど。はい、あとなんだ。ソニーはな、はい、VHS の後はな、ブルーレイだからな。はい、ブルーレイ、はい。ベータマックスというのからな。進化しなくてはいけないがな。うん、なるほど。でな、希望してもらえればと思うがな。なるほどですね。まあ確かにブルーレイでは勝ちましたからね。うん。そうじゃな。なるほど。なかなか深いことになってますね。ということで、まあいただきました。はい。というか、絡まることあったじゃろうな。まあ、VHS でな。そうですね。じゃあ、貞子さんにはですね、キューティクルを保護するためのですね、コンディショナーをですね、おまんじんじゃから差し上げたいと思ってます。やばい。変か、アジエンスか、どっちかにしとこうか。そうですね。トリートメントを差し上げたいというふうに思っております。はい、はい、ということでございまして、まあ、新年一発目からあれでしたね、このおまんじんじゃ、キレッキレで、ね。まあ、やっぱりみっこちゃん復活した効果はでかいんじゃないですか、これは。ありがとうございます。はい、ものに支えられてな、今年もやっていくからな。はい。どうかな、よろしくお願いします。頑張りましょう、おかげさま。はい。頑張りましょうということでございまして、ということでですね、ではな、次の神社に参るからな、わしはここで失礼するからな。はい、どうもありがとうございました。はい、ということでございます。はい、うん、はい、では、ということで、お神様、次回もおいでくださいませ。パワープレイ前最後の曲になります。こちらビートルズのラストレコーディング曲、リアルラブ。今夜の放送もうすぐ終わる。もう少しお付き合いください。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉、今月のパワープレイなの。今月のパワープレイのコーナーでは EPMD サトシくんの独断と偏見で選ばれた一押し曲を毎週オンエアしていきます。はい、年月が変わりまして1月のパワープレイです。1月のパワープレイは中島みゆき、銀の竜の背に乗ってという曲でございます。これはあれですよね。12月、もう多分ね、うん、3回目のオンエアだと思うんですよ。中島みゆきさんの曲。はいはいはい。中島みゆきさんがね、ついにサブスクを解禁したんですよ。うん、ああ、そう、そう。うん、去年の大トピックですよ。今まで、中島みゆきさんの曲何回もリクエストいただいたことあるんですよね。あ、そうですね。うん。うん、でもその度ごとに YouTube にもない、Spotify にもない、うん、だから私が未銭を切って、ダウンロード音源購入してオンエアしてたんですよ。やっとそのあれから解放されると思ったらもう次から次へと。あ、うん、だそう、解禁祝い、これもしかして。うん、解禁祝いもあるし、ね、やっぱね、中島みゆきさんの曲はいい曲いっぱいあるんですよ。そうね。うん。
これはあれですよね。あの、家なき子だったかな。ああ。ドラマのエンディングでしたよね。あの、家なき子は空と君の間にが一番多分最初だと思いますけど、これも多分そうだと思うんですよね。確かに。うん。いやー、みゆきさん。いや、だから、俺がね、あの、中学生とかそのぐらいの頃の曲なんで、これ。なるほどね。うん。よくね、さとしくんがね、これ持ってきたなと思って。あ、これあれだ。あの、ドクターコトーだ。ドクターコトー、そうだ。ドクターコトーですね。コトー。ってことは、俺大学生か。うん。うん、そうか、それ今年なんか、あれ今年じゃねえや、去年映画化されたんだっけ、今年かあになるのかな、どっちだっけな、去年なんか、うん、去年何だっけ、あったね、うん、あったあったあった、そうそうそう、復活でね、あのリバイバル的にね、あ、そうそうそう、うん、多分それの関係かもしれないですね、なるほどね、いや、これ持ってきたんだと思ったんですけどね、いや、いい曲ですよ、これ、本当に。うん、うんということなんですけど、じゃあ、もう、あの、まあ、異例ですよね。あの、もう、あの、ゆく年くる年でこれもやっちゃうっていうのは異例ですけど、はい、ということで、じゃあ、聞いていただきましょうか、こちらね。はい、はい、ということで、じゃあ、曲紹介、おがちゃんからお願いします。はい、1月のパワープレイでございます。中島みゆき、はい、銀の竜の背に乗って。おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いやー、4時間にわたったね、翌年来る年スペシャルもあっという間にエンディングの時間です。いやー、長かったけどでも楽しかったわ。楽しかった。お疲れ様でした。長かった。長かった。いやー、歌さんは長かったでしょ。長かったね。私以外はみんな4時間やってますから、お疲れ様でした。4時間やった。僕前半の記憶ないもんね、やっぱね。うん、あれで。いや、だって前半死んでたもんな、だって、本当に。うん、だって、泉さんにさ、大丈夫って言われたら、よほどだよね。よほどだよ、本当に。いや、でもね、要所は締めた感じで、なんとか。そうそうそう、なんとかね、乗り切ったっていう感じ。でも、終わったらね。あの放送を聞き直そうかなと思いますけど、お、珍しい、珍しい全然聞かないのに、そうそうそう、普段聞かないから、はい、ねえということなんですけど、一応ですね、あの我々あの運営サイドから、お知らせが一つありまして、あ、まあ、いくつかあるんですけども、あの、うん、一番のお知らせはですね、なんと、ですね、まあ、一応ちょっとフライングで、もう、昨日から始めて、昨日、一昨日か、もう、12月30日から始めてるんですけども、はいはい、我々の新しい公式メディアとしてですね、なんとインスタグラムが加わりました。はい、という、ナウイだって意識を使ってないナウイですね。いや、もうナウナ、ナウナヤングにバカウケですよ、もう。いやいや、ちょっとね、ツイッターがね、なんかあれじゃないですか、うん、ちょっと不穏じゃないですか。なんか、なるほどね。なんか不穏なんで、うん、まあ、ちょっと、ね、ツイッターもいいんだけど、まあ、ちょっと別の媒体も持っときたいなっていうところで、はいはい、うん、ついにインスタに手を出してしまいました。はい、ということなんですけど、まあ、うん、インスタは基本的に文章だけの投稿ができないので、ちょっと敬遠してたんですけども、うん、うんうん、そうだね。もう割り切ったんですよね。もう、どうせ我々ほら番組のそのキービジュアルっていうのを作ってるじゃないですか。ああ、いや、あります、あります、うん、一応ね、うん、おかちゃんとみかどのオールナイト埼玉っつって、ね、まあ、番宣的なその画像を作ってるから、もうまあ、それ上げときゃいいかみたいな感じで、うん、まあ、インスタの方にも手を出して、いきたいなということで、作りました、ということでですね、はい、まあ、そちらの方でもですね、情報を発信していきたいということになっておりますね、うん、はい、はい、たくさん見てね、はい、うん、
たくさん見てください。フォローよろしくお願いします。お願いします。はい。それからですね、私のですね、領分になるんですけども、ついにですね、ついに、長いことご無沙汰しておりましたですね、取材レポート動画を、日付変わりましたんで、昨日になりましたけど、12月の31日の昼過ぎに、やっと上げました。やっと上げたんですよ。はい。ということで、まあ、これでですね、少し勢いをつけて、もう溜まりまくってんですよ、取材レポートで。で、1個だけどうしても作れなかったやつを、この年末年始の休みの中で絶対完成させると思って、で、ようやく今日仕上がりまして、あげました。はい。ということなんで、そちらの方にもご期待をいただきたいというふうに思います。見ます。もうこっからいっぱい出てくると思いますよ。なんせ溜まりまくってるんで、多分ね、シリーズの回数で言うと5回分、はい、だから動画の本数で言うと多分10本分ぐらい溜まってるんで。大ボリュームだ。楽しみ。うん、溜まってるんですよ。だからもうそれ処理していかないといけないんで、はい、ということでやっていきたいと思っておりますということなんですけども、そうね、まあ4時、まあそんなもんですかね、お知らせとしてはですね、はい、まあ2023年もですね、まあご愛顧いただけるように、頑張っていきたいと思いますけど、ミカドラボも上げましてね、で、そちらの方でも簡単に振り返ったんですけど、やっぱり去年、まあ年々その、なんていうんですか、チャンネル登録していただける数も増えてきて、うん。やっぱり2021年よりも若干でしたけど、2022年の方が多かったですね、チャンネル登録の数は。はいはいはい。うん。48人かな。去年2022年で登録してくれた方が40何人、46人とか、まあそんぐらいいたんですよ。うん。なので、まあ本当にありがたいですね。いや、これからも、たくさんですね、チャンネル登録していただいて、そして、Facebook のフォローも増やしていただいて、そして、Instagram も、そして、Twitter も、フォローを増やしていきたいな、というふうに思っております。全部見てください、はい。で、まあまあ、まあ、だんだん絞り込んでいくんだろうなとは思うんですけれど、うん、まあでも本当にね、いろんな人にやっぱり聞いてもらいたいですからね。そうですね、うん、そうですね、うん、だって自分たちで言うのもなんだけど絶対面白いと思うもん。うん、そうだね、うん、本当に、うん、だって究極の素人番組ですからね。そう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 、本当に、うん、いや全国に出る日も近いかもしれないですよ。うんうんうん、で、みっこちゃんもね、4ヶ月ぶりの復帰ですけど、はい、うん、ね、どうでした？こう、もうたまりまくってると思いますけど、話したいことが、うん、そうなんですよ、だから1月ね、今月また出ますんで、うん、バンバン出していきたいと思うんですけど、うん、今日はその、うん、オープニングの時に言いましたけど、コミケで謎フードの本を売ってたんで、今日とか昨日。うん、結構疲れちゃって眠かったんですよ。で、頑張ってなんとかやり終えてよかったんですけど、なんか皆さんと喋ってるのがなんかお正月に親戚のおじさんたちがこう集まってこたつに入りながら喋ってるような気分で、すごい気持ちよくて途中何度もうとうとしちゃいました。あ、そうですか。はい、というわけで、まあそんなめっちゃ気持ちよかったです。はい、はい、ということで、そんな気持ちよかったみっこちゃんに、はい、来週ですね、1月7日の、はい、ですね、告知をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、来週の、土曜日1月7日は新年最初のレギュラー放送の、うん、月一パーソナリティは、うん、奥山静香さんとえっちゃんのラジオ娘コンビでお送りします。はい、イエイイエイ、華やかです。もうトークの女神ですから二人とも、うん、ね、盛り上がりそうですよ、うん、そしてなんと、うん、新年一発目のゲストコーナーも
何笑ってんですか。何が面白いんですか。何が面白いんですか。誰が面白かったんだろう。どこが面白かったのかよくわかりませんけど。ポケモンマスターかな。ポケモンマスターじゃないですか。ポケモンマスターかな。いかいかん。いかんな。最後頑張ります。というわけで、はい、お送りするコーナーは、はい、オールナイト埼玉ビップルーム。おっ、うん、このゲストは100倍楽しく箱根駅伝を見る方法管理人の坂東輝。何がおかしいんだよ。だからちょっと大丈夫ですね。坂さんですね。はい、はい、坂総輝さんですね。坂総輝さん、はい、はいはい、もうあのさっきのガチの予想を寄せてくれた方ですんでね、うん、そうですね、うんうん、答え合わせもあるかもしれないですね。そうですね、答え合わせができればというふうに思ってますけど、はい、2番目のコーナーは、うん、えっちゃんとおがちゃんの何がおかしいんだよお前は。なんかもう笑いが止まらない。えっちゃんとおがちゃんの初笑いしますね。はい、もう初笑いでいい、いい感じで、はい、初笑いが止まらなくなってきちゃいました、うん、ダメですね、そうだよね、はい、そして最後のコーナーは、はい、奥山ラジオ劇場の3本立てでお送り予定です。当日の放送、はい、お楽しみに。はい、そうですね、もう、はい、本当に何がそんなに面白いんだろう。初笑いが止まらなくなっちゃいましたけど、最後はやりきりました。皆さんも笑いましょう。本当ね、初笑い今の。はい、誰かロマンティック止めてみたいな、みたいな感じで。はい、ということですけども、はい、じゃあ選曲テーマの方、うたさんから。はい、はい、そして、選曲テーマですが、はい、先ほどもちょっと話があったと思いますけど、2023年の正月には絶対流れなかった曲特集。すごいテーマですね。いや、うたさん、それは打ち合わせで言ったから、ね、リスナーさんは知らないんだよ。そうだね。うん、確かに、今言ってね、あ、思い出した。そうだね。そう。あのね、頭が。そうだよね、もう4時間前だから飛んでるよね。そうだよ、もう。だって4時間、え、5時間半前。4時間半前ですからね。そうそう、もう、これはさ、で、すごいよね。この逆張りも逆張りだね、これ。ね、うん、もうたまにはいいんじゃない今日は。うん、崩れても。うん、ね。いや、だから来週も崩れるんだよな、これな。だから、正月には絶対流れなかった曲だから。そうそう。ってことは、これ何正月っぽくない曲をかければいいってこと。まあそう、ね、それもあるかな、うん、最新じゃない曲とか、うん、ああなるほど ね、 そうだね、うん、別に大晦日に流れた曲でもいいんだもんね、うん、あ、そうだ ね、 そうだね、そうそう、正月には流れなかった曲だから、うん、いいですよ ね、 ね、確かにクリスマスソングとかもいいかも。で、不幸の曲ばっかだったらどうしよう、本当に。本当だよな、運命の曲ばっかね。ああ、夏休みとかさ。そうな。外れの曲が。そうね。なんか、逆になんか、ワクワクしてきたぞ。いろんな選曲ができますね。多分ね、深夜テンションだからだけだと思う。うん、ね。なんか、ほら、ワクワクしてきたぞ。つって。うん、はい、はい、ということで。はい、で、来週も、たくさんのお便り、リクエストを、はい、いつもの Google フォームと公式 Twitter アカウントの DM、 そして先ほど話があった Instagram の、はい、そちらの DM でもね、はい、こちらの DM、 コメント、はい、でも受け付けておりますので、はい、じゃんじゃん送ってください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、本当に楽しかったんでね、もうなんかお別れしたくないところではあるんですけど、最高の年越しでした。いやー、そうだね、嬉しいですね、こういう。あ、そうですか。まあ確かにね、うん、行く年来る年にゲスト呼んだの初めてだもんね。あ、ゲストっていうかさ、そう、俺ら2人でやってたからいつもね。あ、そうだね。そう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 、去年、一昨年、そう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 、去年と一昨年はもう、うん、本当に寂しくやってた。そうそうそう、みんな予定合わないからね。そうな、みんな忙しいんだろうなと思ってて。あ、そうそうそう、物好きは2人連れましたけどね、今日はね。そうなんね、はい、物好きだってニコちゃん。
まあ、はい、こういう人たちがね、ある気分ください。褒め言葉をありがとうございます。はい。てくれるメンバーだと思うので、よろしくお願いします。はい、いや、本当にね、2023年も我々、賑やかに、やっていきたいと思います。ということで、さすがにそろそろお別れの時間が来たようでございます。はい。ババンババンバンバンアビバナノン。いやー本当にね楽しく、ゆく年くる年スペシャルね、もうこれは裏番組ぶっ飛ばせたんじゃねえのか、うん、ね、ここでもう一回さらにかけてもいいかもしれないけどね。そうね、うん、まあでもやっぱりうちの番組らしく終わりましょうよここは。はい、ということでね、いやもう本当に楽しくやらせていただきましたし、もうなんか2023年もね、あの楽しくできそうですよね、本当にね。そうですね、うん、今日で終わってもいいぐらいかもしれないけどね。ダメだよ。ほら早えよお前。俺もうちょっと喋りてえよ。じゃあもうちょっと喋りてえよっていうようなことで、いや本当にあのお二人ともありがとうございました。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 はい、ではまた来週お目にかかりましょう。今夜のお相手はおがちゃんとみかどとみこと歌でした。2023年も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。さよなら。さよなら。